さあ、何？あら？あ、さあさあ、エンディシマイズ入ってらっしゃい。どうぞどうぞ。ちょっと綺麗。わあ、すごい。見て見て見て。これいいでしょ。すごい電気。電気。シャンデリア。シャンデリア。電気。わあ、でもすごいね。オタクはこういうのみんな電気っていうのね。慣れてないから無理もないけど。そうね。電気ね。電気には違いがない。ガスじゃないわ。これは誰？あら、ちょっとやめてちょうだいよ。アランドロンとカトリンドロム見せんのは。やめてちょうだい。あんた悲願でんのね。ここはね、え、ここはあの、すいませんけれども、和田さんの新婚生活を営む台所ですか？あのね、あなたね、ここでね、寝ながらおしんこ切る人がいますか？いませんでした。いませんね。それにしても和田さん、え、すごく豪華なベッドですね。ねえ、素敵ね。みんなピンクずくめな。かわいいでしょ？かわいい。ね、まあ、笑い方がいやらしいんだよ。ごめん。ちょっと。え、なんか話して。子供だから。子供だから。大人だから。大人だから。ねえ、和田さん。え、このベッドちょっと大きすぎないですか？あら、だ。やだ。夫婦で寝るんだもの。うん。笑えよ、大人なんだろ。ね、和田さん。え、どうやって寝るんですか？え、どうやって寝るって。だから嫌な質問ね。どうやってね、寝るのにどうやってたの？広すぎないですか？普通に寝るわよ。え、広すぎない。広すぎ、あんたたち言ってることが知ってんのか知らないのか不思議ね。私こっちよ。じゃあご主人はこちらが。さあ、もちろん。いやだ、だって夫婦だもの。夫婦だもの。お前が笑うことねえんだよ。いてぇ。うわー、夫婦だね。和田さん。え、何よ。これ何ですか？え、これって、あら、あ、ちょっとピンク。やめてよ。これ、いやいや、これはこれは私のあのネグリジェ。いやーね、あんたいい加減にしなさいよ。ねえ、和田さん、これいつ切るの？いつ切るの？ね、あんたね、いつ切るのってね、うん、こんなの着て昼間から買い物行ったらね、逮捕されちゃうわよ。和田さん、これ本当どうやって切るの？いつ切るの？どうやって、いつ切る？だから寝る時に切るのよ。だってすぐ脱ぐんでしょ？え？いやだ、すぐ脱ぐな。照れちゃうな。それはてめえんとこだろうが、ね、私とか脱がないね。それはただ、え、まだ何なの？え、脱がないの？何？オタク着るの？私脱がない。あ、そう。着ないもん。どうして？オタクネグリジェ。そう。いやね、何色？うちはブルー。うわあ、やだやだ。だって今仕事や、知ってんの？ブルー意味知ってんだろう。ネグリジェぐらい誰でも知ってるわよ。いや、何言ってんの、あんた。この頃の家庭は違うのよ、あんた。子供はこれのこと電気なんて。ねえ、それはそうとさ、みんなさ、初夢見た？見たー。それ聞かしてよ。私はね、うん、ラスベガスのステージでこうあーって歌ってる夢を見たの。あ、素敵。まさこちゃんは？私はね、うん、あれ、どうしたの？どうしたの？え、そんなにすごい夢見たの？忘れちゃった。ほら、どうしたの？アフリカがどうだったでしょ。面白くも何度も。どう知ってるんですか？あこさん、なんだ。いや、大体今年あたりアフリカ行きたんじゃないかな。ほら、アフリカに前から愛着感じるっつってた。お友達いっぱいいるじゃない、木の上。木の上だって。アフリカ何しに行ったの？探検しに行ったの。一人で？うん。よしなさい。間違って撃たれたらどうすんのよ。お友達がいっぱいいるんだから。思い出した？電気。電気。さゆりちゃんは？私はね、うん、プールで溺れた夢見た。あら、わ。プールで溺れた夢？あら、そういう夢の時はね、おねしょしてんだよ。いやー、やだやだやだ。やってないの？あんた女の子に対してなんてこと言ってんの、いい感じしなさいよ。おいしょ。あら、隣へ行っちゃったわ。何がやばい。あんた、いい加減にしなさい。下まで落ちちゃった。こっから下壁ないんだから、ここのお家は。ねえ、あなたさ、細川君は初夢見た？はい。待ってました、見ました。あんたまとも？病気じゃないの？病院開いたらすぐ行った方がいい。アッコさんの家に招待された夢見たんですよ。あ、そう。で、近所のうちにね、うん、犬神家のうちはどこですかって聞いたら、アッコ教えてくれました。ちょっと、なんで私が犬神家なの？そうよ、細川さん、ね、失礼よ。そうよ、犬神家だなんて、ね、そうよ、ね、和田さん、和田さんの初夢まだ聞いてないんですか？ね、そうだよ。私はいいわよ。でも、きっとね、きっとね、このベッドでご主人と一緒に見たんですよ。病気か、お前は。いやいや、私が言うとさ、ほら、もうなんとなく照れくさくて、ほら、のろけになっちゃうよ。そんなわけないでしょ。本
私の初夢、聞きたい？笑えよお前。病気かこいつ。あのさ、私の初夢ってさ、広い野原にさ、バラの花がいっぱい咲いててさ、主人と二人きりでさ、すっぱだかでさ、駆け回ってんの。きちがいかお前は本当に。駆け飛び回ってんのよ。和田さん、和田さん、和田さんの発言を教えてください。今言ったじゃねえか、このバカかお前は本当に。ねえ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 、下行って遊ばない。そうだ、遊ばない。そう、ま、残念、まだ。じゃあ和田さん寝ましょうか。あったんだけど、え、一緒に寝ましょうか。あんたどうしたの、あの人まともかしら。さよなら。あら、お宅もいらっしゃる。お宅もですか。お互いにあるさ、怖いもの見たさですな、これ。ちょっとよだれが出ました。出ました。憧れてるんですか。しかし、なんですあの細川隆は、和田アキ子にさ、ね、寝ましょうよってのは。え、変態ですか、あの男は。いや、ですな。しかし、お互い変なとこ来てしまいましたな、なんだか。あなたもそう思いますか。え、美男美女の愛の営みが見えるなんて言ったのは、どこのドイツですか。まあ、いいじゃないですか、お正月だからそのぐらい。しかしあれですな、住所間違えたようでさ。ここは違うみたいですよ。犬神家ですか、ここは。さっきベッドの上でさ、はい、二人でドントントンとやってたでしょ、ええ、私尾低骨打ちました。尾低骨を打って、おう尾低。尾低骨を打って尾低なんていうのはね、はい、正月だから笑いますけど。そうですか。一月のすりゃ世の中笑いませんよ。分かっておりますよ。本当に。しかしあれですな、立派な寝室ですな。でもさ、はい、このベッドにね、寝る二人を想像してみてくださいよ。ん、寝室鬼没ですな。しかしね、うん、お正月だからそのぐらいで笑いますけどね、あと一月のすや笑えませんよ、これ。それ怖かってますよ。そうですか。新年だから言ってる。そう、しかし芸能人っていうのはいい家へ住んでますな。藤村さん、はいはい。芸能界の表ばっかり見ちゃいけませんよ、うん、表は華やかだ、うん、裏は汚いですよ。おや、何かありますか。桜田淳子。桜田淳子。他で言わないでください。ええ、あれは脱稿ですよ。あら、脱稿。脱稿プラスだ。言いませんよ。宮古晴美。宮古晴美。あれはね、はい、3日前に分かったんですけどね。何ですか。女だったんですって。あら、当たり前じゃないですか、うん、しかしあのね、和田アキ子、ネグリジェ見ましたか。なんだあれ、ネグリジェですか。おや、じゃあ何なんですか。あれ、あれはあんた、ゴリラの塩さんの衣装でしょ。珍しいですね、これ。え、ここですか。そう、このことやってる間に疲れましたな。背骨がボキ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 ってですな、あなた。ちょっとお互いにこんな形をしてますとね、うん、妙な愛が芽生えないとも限りません。おい、何ですか妙な愛ってのは。お互いの性格が変わらないうちに出ましょうか。そうしましょう。